だから YouTuber の皆さん、ついこの間俺テレビでやったばっかしだから、いいですか、テレビも見ろYouTuber だ、 YouTube だけ見てるから情報が遅いの、ね、あのテレビでやったやつが YouTube に上がるのは相当後だから、ね、でだから YouTube だけ見てると遅くなっちゃう の、 あの、ね、パソコンとかね、あの携帯で、あのやってる人たちでテレビ見てない人って、あの世界の情勢が、ね、分かってないの。それ分かってると思ったら大きな間違いなの。サラちゃんもそうなんだけど、パソコンで要するに出てくるニュースがあるじゃん。それはニュースっていうのは、あの自分から見ようとしたやつだけ見るんでしょ、ね、見ようと、これ、あ、これなんか面白いことだからってそれをクリックするとその情報が流れてくるじゃん。テレビって勝手に流れてくるんだよ。これ分かるんでしょ。テレビのニュースってさ、勝手にさ、見たくもないニュースまで全部やるんだよ。だから世界の情勢が分かるわけね、ところが、あのパソコンだけ見てる人って全部チェックしてるかってチェックしないでしょ、ね、新聞の端から端まで見るかって見ないでしょ、ね、自分が好きなところだけ見るでしょ。だから遅れるの、情報が。だから両方やれっていうのが、ね、だからもう、あの、え、全然この人何も分かってないじゃんっていうのがの話が出てくるのが、逆に言うと今テレビ見てない人、ね、だからテレビは面倒くさなくないのよ。こうやってあのおせんべいバキバキって食いながらこうやってお茶飲んでると勝手にやってくれるの。だから全部分かっちゃうので、そこで気になる情報があるじゃん、テレビで、何それって言った時に調べるのよ、ね、そうすると世界の情勢や日本の情勢が分かってくるわけ、ね、さあ、切り抜き動画見た皆さん、こちらの方がですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えしている。まあこれから村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。